ボーイズグループアイコンが12月30、31日の2日間にわたり、アイコン YEARENDLIVE 2019のファイナル公演を神とワールド記念ホールで行った。アイコン大晦日ライブ来年の新曲告知も、今年はファンミーティングを2回行い、夏のジャパツアーではデビューからのライブ累計総動員数が100万人を突破。さらにクリスマスと年末にライブを行うなど、1年を通して多くのライブ、イベントを精力的に業ってきたアイコン。2019年の年末をアイコンのライブで過ごせる。アイコニック、ファンの総称は興奮を隠しきれない様子で、BGM に合わせ開演前からテンションが上がっていく。ライブのスタートを告げるオープニング映像が流れで、フリーダム、ビーデーで一気にテンションは最高潮に達し、ラブ SCE、NARIO ではソールドアウトとなった会場との大合唱が起こるなど、終始大きな盛り上がりを見せた。ライブ中の MC では、新曲の準備をしています。来年にはアルバム出します、もうすぐですよと、新曲のリリースがあることや、さらに2020年は新曲をたくさん用意してツアーもやります、期待してくださいと、2020年のツアーを早くも計画していることをファンに伝え、会場からは歓喜の声が上がった。久々披露の楽曲で盛り上げるライブ後半では、M.U.P、アポロジーなど、久しぶりにライブで披露する楽曲もあり、SINOSIJA、K リミックス、DAM&DUMBER などの盛り上がり曲も連発し、ライブ本編はつい、量。アンコールはアイコンのコンサートでは恒例のフが歌う、ロングタイムのシーが会場に響くと、ワールドワイドを歌いながら再びステージにメンバーが登場した。 DK バースデーをサプライズ祝福、来年の抱負も語る。さらに1月3日に23歳を迎える DK の生誕日をサプライズでお祝い。初めてのステージ上でのお祝いに、皆さんありがとうございます、恥ずかしいけど嬉しいですねと、少し照れながらもメンバーファンに感謝を伝えた。年末に僕たちに会いに来てくれてありがとうございます。来年はもっと僕たちも皆さんも幸せになれるように頑張りますと話し、ファンに感謝を伝えた。最後に Just Another Boy を歌いステージを後にしたが、鳴り止まないアンコに応え、再びメンバーがステージに戻り、ダブルアンコールでジャーク、リズムター、リミックス、ロックベル、DU、メガバイト&DUMBER を歌い、大熱狂の中府公演を締めくくった。2019年ジャパンツアー累計総動員数が10万人を突破した勢いをそのままに、新曲リリースにツアーの計画など、2020年の動きもます目が離せない。モデルプレス編集部アイコン YEARENDLIVE2019 201-9.12.31@ 神戸ワールド記念ホールセットリスト、1.freedomkrbell.2bday3.everything 4.loveshinario 5.onlyukrbell.6.rubberband 7.road ジュネザトラブリューカバー
8.inlovekrbell.ob Q. 声を聞かせて、ビッグバンカバー、ダンスパフォーマンス、DK、J、ソング、ちゃん。10.m.u.p 16.wsinoSIJAK リミックス16.wmbr18.dumber.eTMEKNOWKRBELL.Encore1.worldwide2.b3.justanotherboy ダブルアンコール1.jerk2.rhyt.hmterremix.rockbell3 ダム&dumber